文系について話すんですけど、あ、あ見てないからね、みんなこれね。昨日だって読んだよ。撮る気もなくなってくる。まあ趣味なんで適当に続けますけどね。で、第三分野話す前にちょっと話さなきゃいけないことあるなと思って、まあ、基礎のところに入れてもよかったんだけど忘れちゃってたっていうのも感じでもある。でも別に今知ってもどうでもいいんで、順番はと、その文の要素で名詞動詞形容詞副詞があるって話したんですけど、動詞の中にも2種類あるんですよ。それが自動詞と他動詞なんですけど、違いはっつうと目的語が必要ないか必要かって話なのね。でまあ漢字見れば分かるんだけどさ、自動詞っていうのはさ結局自分のことなんで他に影響しないんですよ。目的語っていうのはさ、前も言ったけど動詞に影響されるやつなんで、それがだから影響の目的ってなくことなんでね。だから他にも影響するやつが他動詞ってやつなんですよ。でここでは第三分形で SVO だから主語動詞目的語になるんですよね。で目的語がここに絶対入るってことは、この動詞は目的語が入れる動詞じゃないといけないってことだから、他動詞じゃないといけないんですよ。自動車目的語が入っちゃいけない、必要ないってか入っちゃいけない。自動詞だから目的を続けられないんだよね。それがここに入っちゃうと目的語が入れなくなっちゃうんで、ここの動詞は絶対だから他動詞になるってこと。でこれで I gave a present to him で、私はここはまた前置詞が to が入ってるから就職語なんだけど、私はプレゼントをあげました。でこのあげるって動きがプレゼントに向かってるんですよ。でプレゼントないとあげらんないんで、何もないものをあげるってできないから、あげるっていうのは動きがプレゼントにも伝わってるんですよ、ね、でもまあこれは彼にってことなんですよ。まあ、ここは文の要素にならなくて、まあ、プレゼントが目的語なんですよね。で1個のプレゼントを、ここが give っていう、 gave っていうのはまあ give の過去形だけど、 give っていうのは他動詞で、なんとかをあげるっていう他動詞なんですよね。だから目的が入れると、じゃあ多分あんまねみんなわかんないと思うんですけど、 She walked her dog っていうのは、彼女は彼女の犬を walk って言って、まあ他動詞 walk ってね、自動詞も他動詞も2個あるどっちもあるんですよ。でそれとしていっぱい他にもあるんだけど、ここだったら他動詞として walk、 今まではこっちに書いてあるけど自動詞としてか walk って使ってなかったと思うんですよね。だ他動詞としてもまあこういうふうに使えて、これだったら散歩させるっていう意味がある。彼女の犬を散歩させました、動詞なんだよ、ね、でこの散歩させたのはってと彼女の犬、そいつにあれ散歩させる動きが向かってるんで、また目的語でこれで動詞ってことなんだけど、今は、これは他動詞としてウォークを使ってるんですよね。で自動詞として使うと、彼女は自動詞なのが別に目的語なくて影響しないんですよ。歩きました。で、around the park っていうのは公園の周りをってことなんで、彼女は公園の周りを歩きました。この around っていうのは前置詞なんで、ここから下文の要素にならないと。ただ彼女歩きました、で自分のことをただ話してるだけで、これ字の通り目的語はないと。だから彼女 SV で主語動詞の文なんですよね。だこの目的はあるかないかって話なんですよ。で、まあ、目的語も慣れるのは名詞だ、ものじゃないと影響されないんで、動きとかさ、なんか他の言葉を説明するやつだったらなんか動きに影響されるってないじゃん。ものだから影響されるわけで、だ名詞が入るんだけどっていう話ですよね。目的語はこの違いが分かりづらかったらね、だら目的語は後ろにある、これが出てくる第4文型とか第5文型でも、ま
目的があれば他動詞なんですよ。で逆に第二分形とか第一分形って目的語が後ろないじゃない。ってことは目的語がないから自動詞しか入れない。第一分形第二分形作るんだったら自動詞、第三分形第四第五とか作りたいんだったら他動詞じゃないといけないってこと。目的はあるから。で辞書見ればね、字とか他とか出てるし、英語の文章だったら C と U かで C、C が、あ違う C と U は違うわ、別の話だ。自動詞と動詞って何出てきてる ？T と I か。まあいいや。英語の辞書でもなんか区分けが確かあったのか、まあ覚えてねえわ。とりあえずあるんですよ。だからまあ、多分ね、自動詞と動詞の区別ができないと、第一、第二、第三のどの動詞使えばどの文作れるっていうのも多分見分けがつかないんだよね。で目的語が必要な動詞か必要ない動詞かっていうのが分かれば、必要な動詞だったらこういう目的がある文しか作れないしっていうのを、まあ、意識しといてくれればいいっすよ。だね、ポイント余計な情報詰め込まないで、別にこういう要点だけちゃんと入れとけばなんとかなるんで、逆にそこを抜けちゃうといくら他の情報を詰め込んでもさ、新しい表現出てくると分かんなくなっちゃうんで、それを注意しましょう。